皆さん、こんにちは。墨田区長の山本徹です。今回私からは、新型コロナウイルス感染症に関する最新動向、ワクチン接種、年末の医療提供体制に関することについてお知らせします。はじめに、新型コロナウイルス感染症に関する最新動向です。墨田区における12月27日現在の累積感染者数は、 七千四百三十一人で、七日間平均は零点五七人となり、先週と変わりありません。次に、新型コロナワクチン接種についてです。まず、接種状況ですが、十二月二十六日時点で、一回目が二十一万九千三百三十五人で、八十六点七パーセント。二回目が二十一万七千。 六百653人で86.0%となっており3回目については761人が接種を受けられました65歳以上の一般区民の方の3回目接種ですが2回目接種完了から7か月経過した方に接種が可能と国から方針が出されました区としても早急に体制を確保し 1>, 1月22日土曜日から東京スカイツリーイーストタワーで武田モデルナ製ワクチンを使用して1月だけで約6,000人に接種していただける準備を整えました予約については1月22日から30日までの分を1月18日火曜日午前9時から区のコールセンターまたは予約システムで受付開始します 1>, 1・2回目をファイザー製で接種された方で、3回目を武田・モデルナ製で接種する、いわゆる交互接種をご心配される方もいらっしゃると思います。厚生労働省によると、交互接種をした場合も、副反応や効果において大きな違いはないとの報告がされています。また、3回目接種を受けた方が、コロナ感染による 重症化リスクも少なくなくるるとと報告されていいことからご検討をお願いしますまた接種券も前倒しにより発送する予定で今年6月と7月に2回目接種を完了した方には1月4日から順次郵送します接種の前倒しに伴い一部日程の変更となり大変ご迷惑をおかけしますが詳細は 1>, 1月14日から全個配布する予定の墨田区のお知らせ、墨田ワクチン接種特集号や区のホームページをご確認ください。次に年末の医療提供体制についてです。世界初の移動型医療施設、メディカルコネクス1号機を使った PCR センター開設訓練を実施しました。区内の災害拠点病院である 東京引船病院が先月導入したもので PCR 検査機器など臨床検査機器とコンピューター断層撮影 CT 装置を備えた移動型医療施設は世界で初めてとなります災害時には動く病院として負傷者の診療に活用されるとともに新型コロナの感染拡大時には 移動型の PCR センターととししてて区内をを巡回すすることを想定しています昨日12月27日には区と東京曳舟病院そして墨田区医師会が協力して臨時の PCR センター開設運営訓練を行い第6波での実用化に向けた具体的な手順を確認しました。 次に年末年始の医療提供体制についてです。区では家にいながら医師の診断と薬の配達を受けられる医療環境を拡充しました。電話や通信機器で診療を行う、いわゆるオンライン診療です。墨田区医師会の協力のもと、区内で30の医療機関がオンライン診療に対応できるようになりました。小児科に対応する施設も 10施設ありますそして区の自宅療養支援薬局33店舗が医師の処方箋をネットで受け付け処方薬を自宅まで届けます年末年始も急な発熱等に備え休日応急診療所はもちろんご覧の医療機関では発熱外来を開設し小児科も含め毎日診療を行います 医療機関リストは区法12月21日号に掲載していますのでぜひお近くの医療機関を確認してくださいコロナ禍が2年近く続く中区民の皆さんに少しでも安心していただきたいとの思いから最新の情報等をこのような形でメッセージとして発信を続け今回で44回目となりましたまた、本区の感染症対策や、 ワクチン接種に皆さんのご理解とご協力をいただき、心から感謝を申し上げます。今後も第6波に備え、医療提供体制やワクチン接種体制の準備を着実に行っていきます。そして、区民の皆さんの安全・安心を第一に、にぎわいの創出や社会経済活動の活性化と、感染対策が両立する すみだらしい新しい日常の定着に向けて全力で取り組んでいきますので来年も引き続きよろしくお願いします。1年間本当にありがとうございました。